めちゃめちゃ可愛い。後ろが、こんな感じですね。おい。よいしょ。めちゃめちゃ可愛いんじゃないかこれ。でもこのピンクなんだけど、これ。めっちゃフェミニンな感じがして、すっごい可愛いです。なんかだからそれこそさ、この、例えばなんだろう、この肩がね、ないやつ、オフショルダーとか着た時とかに、めちゃめちゃぴったりじゃない？肩見えても全然。はい、ということでラスト4着目、ブラフィールタンクトップですね。なんかすごくない？このデザイン、めちゃめちゃ不思議な、ここになんか輪っかがついてるみたいな、あんまり見たことないデザインな感じするんですけど、可愛いですね。でも後ろがくる、こんな感じですね。うん、よいしょ、戻る。うん、でも可愛いね。はい、自然な丸みのバストカップで服を着た時もナチュラルに胸が綺麗に見える。うん、確かに。てかここが結構狭いので、そんなにまず胸がね見えないかもしれない。うん、で上からってことだろうね。こう別の服を上から着た時にここの部分がすごく綺麗に見えるんだと思います。でこのゴムの部分がすごくソフトにできてるので、締め付けもそんなにないかなと思う。あと素材もすごいサラサラで着心地がかなりいいですね。うん、めちゃめちゃ着心地いい。あとなんかここだけ見えちゃってもやっぱちょっと変じゃないようになってるんだろうね。この不思議な、なんかなんだろうねこれ。なんて言っていいかわかんないけど、この不思議な U の部分は多分ここから見えちゃっても変じゃないようにできてるのかななんて思ったりします。うん、かわいい。え、めちゃめちゃなんか初めて見えるタイプのタンクトップです。でもこれがブラフィールタンクトップだから、タンクトップだからノーマルなのかななんて思いました。うん、でもこの色かわいいよね、すごい。こっちの方が肌の色に近いな、私の。茶色っぽくてかわいい、ラクダ色みたいな感じですね。めちゃめちゃかわいいです。うん、サラサラだね、やっぱり。一番サラサラ。